マジ?多分これ、選んだら戻せないよね。どうも、こんにちは。黒ネタです。ゼノブレイド3。続きをプレイしていきたいと思います。いやー、前回は泣いたね。いや、もう大号泣ですよ。もう、顔面ぐしゃぐしゃになりながらやってましたが、今回の目的は、ミオに会いに行くと。まあ、多分どっかで身支度をやってるんじゃないかなと思うんで、まあ、向かっちゃいましょう。そっちか。俺は本当に、ミオを救えたんだろうか。時を止まってくれ、そう願ったんだ。ただただ無力で、時が止まれば、この瞬間が永遠に続けば、あるはずのないことを願ったんだ。あいつともう一人の俺と一緒だった。私にはこれで十分。やっぱり二人は M と最初に戦った時、あの時から私たちは入れ替わってたの。そうか、あの時は本当に M だと思ってたよ。すっかり騙されたっていうのは良くないな。とにかく全く気づかなかった。真剣だったよ。絶対に失敗できない。少しでも疑われたらノアたちはあの場で殺されていた。確かに彼女の思いを無駄にするわけにはいかなかったもの。 M の思い、彼女が知る N の全てをノアに渡して、メビウスの輪を、永遠の呪縛を断ち切ってほしかった。失っても失っても断とうとする思い、悲しみの淵に立って悲しみの果てに立つものを打ち破る力を持ってほしかった。悲しみの果てに立つものか。彼女はノアならきっとモテるはずだって信じていたわ。だからお互いに全力で成り代わって思いをぶつけたの。あの時確かに「ありがとう」って、あれはミオじゃなくて M の。心からだと思う。束の間だけど今の私になって、ノアに私の思いを渡して、ノアから思いを受け取って、だからありがとう。そうか、 M の言葉は私の言葉、私の言葉は M の言葉。命は消えてしまったけれど、その記憶も思いも私の中で生きている。来て、見せたいものがあるんだ。見せたいものってなんだ。どこへ行くんだ。あ、希望の丘。私はノアに見せておきたいと思って。あ、ゴンドは知ってるんだ。あれを見せるのか。あ、ゴンドも行くん。なんだ、希望の丘ならこっちから行きゃ楽だ。うん。下に降りて収容所の西ゲートを抜ける。海が見える丘まで出る。行きましょう。オッケー。ゴンドウが知ってるってのが、あ、なんだ、どうした。おっ、きたー、新ヒーロー加入、マーシャルアーティストゴンドウ、クラス継承者はあ、セナなんだ。へえ、いいね。てか久々クラスマーシャルアーティスト、ロールはアタッカー、アートを使えるまでのスピードを加速させる能力を持ちます。タレントアーツは全アーツを消費することで大ダメージ、あ、全部なんだ。へえ、あ、ミオの特別なタレントアーツドミニオンフラワーはクラスに縛られずにセットできるミオだけの特別なタレントアーツ。ノアのなんだっけ、アンリミテッドソードと同じか。強力な力で防御力無視の大ダメージを与えます強すぎだろこの二人。 OK で、ゴンドウはパーティーに加わってますと。 OK、じゃあ向かっちゃいましょうか。いやー、まあもう一人のノアである N か、あいつも救ってあげたいな。あれ、あ、この人に話しかけるのかな。うん、登場される方はこちらへどうぞ。じゃあ乗りましょう。到着です。ムルス発着場で、ここを右に回り、500ちょいか。わっ、え、でかいのいますけど、あれは48、強くね。484846、あー、でもまあ勝てるっちゃ勝て、おー、やり合ってんな。せっかくだし加勢しますか。いや、でかっじゃあ、コイン欲しいんで、バーサクアルドンに加勢します。いくぞ。あ、で、切り替えて、パワーサークル、いたー強い。ラウンドヒーリング、危ねえ。アドバンストクールダウン、ヒールパレット、よし。強いわ。で、この辺りでパワーサークル、よし、いいよ。で、回復も入れてあげて、あ、待って、ゴンドすまん、あ、起こしてる。 OK、ならノアに切り替えて、いいよ。側面からソードストライク、 OK、 エアスラッシュ、よし。で、背面からスラストエッジ、よし、来た。あ、まだ溜まってない。ならボルテージマックスで攻撃力を上げてガーフにして、痛い、ジャイアントスイング、痛い、強い。側面から融合圧、よっしゃ、たまんねえな、なかなか。ソードストライク、よし、で殴ってエアスラッシュ、よし、スラストエンジン、ジャイアントスイング、オッケーつえで、決着のポンコイ4枚ゲット。あ、レベル50、ラファールフォルガ、かかってこい、いくぞ。ならこのままノアでいきましょうか。敵地を取ってもらって、ソードストライク、 OK、 ブレイク、エアスラッシュ、あ、ナイスダウン、あ、ナイススタンで、スラストエッジ、よし、このまま攻撃して溜めて、ボルテージマックスガーフでさらに攻撃力アップ。あ、それ強いな。てか遠くまで行くなや融合アーツを使いたいけど後ろに回りたい。よいしょ、あ、いいね。さらに融合アーツ、 OK、 あ、また来たんかい。どっから来やがったお前。ソードストライク、あー、これ側面じゃないか、しまった。エアスラッシュ、いったゴンドがまずい、ゴンドがまずいよ。スラストエッジ、よし。じゃあ切り替えてパワーサークルのラウンドヒーリングでアドバンストクールダウン、マルチブラストでノアに戻して、後ろからスラストエッジ、痛い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 、オッケー。ああ、アタッカーむずい殴る方向かをちゃんと見なきゃいけないから難しいな。おかしいな、前作とかやってはいたんだがなあ、でエーテルチャンネルも欲しいです。エーテルは回収しよう。回収、ああたまるね。 OK38、 あレベル51。じゃあもう一丁このままいきましょうか。で側面もうちょっと横から、あ俺狙ってない、あ大丈夫か、痛い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 、側面に行けない。エアスラッシュ、もうちょいこっちに、あ来た来た来た、ソードストライク、あーっとレジストしたか。ジャイアントスイング、よしいった。いやまたゴンドか、やばい減るな、ちょっと待って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 、あーゴンド起こせます、あナイス。側面からスラストエッジ、よいしょ、エアスラッシュ、よし痛い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 、側面から融合圧、いいよあとちょい、スラストエッジ、オッケー。ふう無事、やはりユーニがいいのか回復しっかりやっていこうかな。でここが目的地ですと、希望の丘。あれはなんだ、船。ここの記憶をノアに渡すかどうか M が最後まで悩んでいた場所。でもやっぱり渡そうと思う。ここは N のすべてだから。 N のすべて、ここはねかつてシティがあった場所なの。えシティが昔のね、その頃のシティは今よりはるかに繁栄していた。とても多くの人が暮らしていた。つまり今よりはるかにメビウスの脅威となっていたと。目の前にあるのはお前の望みだ。命はまだない。吹き込むのはお前自身だ。シティの人々の命を、俺にそれをやれというのか。何をためらう。この場に存在していること、それ自体がお前の選択。永遠の今を選んだ者の姿なのだ。答えはすでに決まっているのではないか。残念だ。待ってくれ。シティの人々は N や M、 はるか昔にウロボロスとなった者たちの子孫、 Z はメビウスとなった2人の存続と引き換えにシティの人々の抹殺を命じたの。そんな、なぜなの。もう失いたくないんだ。失いたくないって、これだけの命を、私たちにとって最も大切なものを失ったのに。君もメビウスとして存在している。俺と同じなんだ。そうやって閉ざすのね。私たちの永遠が刻した未来を閉ざしたのね。もう消えることはできない。大切なものがこの手に2つ、そんなの選べるわけがないじゃないか。進めるわけがない。でも選んでしまった。正しかったかどうかなんて誰にもわからない。後悔。うん。残したその思いが俺たちになったんだな。うん。とても悲しいことだけれど。でも M は笑ってた。変えてあげたいよね。ああ、今度こそ届けてみせる。決まったよ、新しい目的。いいかな。行為は許せない。同情だってしたかねえな。だけどもっと許せないやつがいることもよく分かった。Z、 選べないものを選ばせるなんてひどすぎるよ。倒すか。ありがとう、みんな。決まったみてえだな。返しとくぜ。ところでよ、 Z ってのは何なんだ。全てのメビウスの長みたいなものだ。 M が見せてくれた記憶の中であっただけだけど、どのメビウスとも違う途方もない力の持ち主であることは分かった。そいつが、ええ、私たちの本当の敵、世界の全てを決めるものよ。決めたやつがいるってんなら教えてくれよ、そいつのこと、そいつの居場所を。Z をぶっ飛ばすにしろ、まずはアグヌスの女王を探すんだろと。ニアですね。今すぐにってわけには。そうね。まあ、ノアの拳もさ、もうボロボロだしさ、一旦休んでからでもいいと思うが。なあ、体が鈍っちまうよりか動いてた方がいい。ユーニらしいなあ。あ、じゃあちょうどいいや。なんだてめえらが暴れた後の広場を片付けてんだ。動けるっつうなら手伝ってけよ。あはは。決まりだなと。私は先にキャスルへ戻ってる。早く来いよ。行きましょう。よし。ということは、ゴンドウはパーティーから抜け当てますね。なら、今は選べませんよね。じゃあまあ、リク&マナナにしておきましょうか。OK。あ、投げるな。危ねえわ。仕事を終えたって感じだな。ああ、これで補修工事に入れるだろう。そっちじゃねえよ。こっちだ、こっち。ミオのことか。あの時改めて自分は無力なんだと痛感したよ。どうすることもできなかった。でもなんとかなったろ。君たちがいてくれたからな。おいおいおい、そういうこと言えるんだね。当たり前だ。僕を何だと思っている。出会いに意味を見出したいか。何それ。以前ノアが言ってた言葉だ。見出せたのか。願いも一つは叶った。ああ、だが道半ばだ。まだたどり着いてはいない。油断はできねえな。猶予みたいなものと認識している。ま、なんとかなんじゃね。随分と楽観的になったな、ユーニ。もっと繊細なタイプだと思っていたが。頼りになるやつがそばにいるからね。おいおいおい、それは誰のことを。教えてやんねえ。いやー、ちょっとすげえ嬉しいわ。推し同士が仲いいです。最高です。あ、で仕事は終わったと。あ、ゴンドウ。綺麗になりましたね。まあさすがにそうな、今日はいけないよね。明日出発しようと。今日はもうゆっくり休もうぜ。まあ別にここで休んじゃっていいんじゃない。もうキャッスルは俺たちのものだよね。そうか、アグヌス兵とロストナンバーズでごった返してる。まあ真実を知ったけど、まあお互いのことよくは思ってない奴らもいるよな。詰所か。まあ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 、野宿よりはマシか。そうだね。檻の中よりもマシか。よし。じゃあ、寝ちゃいましょうかね。それはどこだ？ん？あ、この中ね。ここなら休めそうだな。処刑場前の集い場。名前がひでえぞ。詰所の憩い場。調べます。髪切ってほしいって？こんなに綺麗なのに？まあ、戦闘はね。簡単に直近していいものじゃないですもん。戦闘には不向きだよな。迷ってるの。切るべきか切らざるべきか。なんで？好きにすりゃいいじゃん。ダメダメ、もったいないよ。この体はもう一人の私が託してくれたものでしょ。勝手に切っちゃっていいのかな。それすごく大事なことだね。うん、この髪はもう一人の私だけどすっごく洗うのめんどくさい。そこか。もうなんでこんなに長くて平気なのかわかんない。洗うのめんどくさいし、朝バサバサになるし、トイレだって大変だし。ああ、なるほどね。みおちゃんでどう思う？どうってノアにでも決めてもらえば。ノアは関係ない。これは私の問題。もしかして背中を押してほしい？引き止めてくれてもいい。たく、分かったよ。私たちで決めてやる。その代わり後で文句言うんじゃねえぞ。うん、言わない、絶対。あ、俺が選ぶのかい。マジ？多分これ選んだら戻せないよね。いや、ちょっと待ってくれ。ミオの髪型を決めてください。正直に言うと、俺はショートもロングも好きなんで、で、ミオは両方似合うから、どっちもいいんだよな。いや、ちょっと待て。まあ、そんな戦闘とかさ、には関わってこない要素なんだけど、見た目って大事だしな。まあ、髪は女の命ですからね。はい。悩みましたが、ロングにしようと思います。まあ、今後のストーリーで、やっぱり髪を切るっていう流れがあるかわからないけど、途中で短くしたいって思った時に、まだロングだった方がいいかなと。短くして、やっぱりこれ嫌だってなった時に、ここまで伸ばすのって相当大変だから、まあ、ロングでいいかなと。まだ、髪型を変えないという選択が、一番ミオのためになるかなと思うので、俺は、ロングにしたいと思います。ショートヘアが好きな人ごめんなさい。天空の砦？ええ。アグヌスの女王が眠っている場所。これがそこへ行くための鍵。身を投じたとて消えることはできない。それがメビウスの定め。わかっているはずです。あ、ミア、あなたは人で会った時一度会ってますね。女王陛下。私はこれから長い眠りにつきます。 Z の手から逃れるためにこれを。私が再び目覚めるとき、それは世界が変わるとき、その時までどうかそれを託すべきものに託してください。託すべきもの。あなたの前に必ず現れるでしょう。なぜ私に？あなた、いえ、あなたたちならばきっと本当のあなたたちに出会えるはずだから。本当の俺たちか。しかし場所がこことはな。ガンマやナインのすぐそばじゃないか。え、なんで今まで奴らに察知されなかったんだ。砦の周囲は黒い霧が充満している地域、砦自体も工学的に遮断されている。そのおかげよ。それも M さんの記憶？うん、彼女から受け継いだもの。そっか。今度は M のこと？ああ、ずっと前から知っていた。それを私に託してくれたのも M なんだ。てめえらは最後の希望だって。私たちに力を貸してほしいって。気の遠くなるような長い間ずっと女王の言葉を守ってたんだろうな。だからお前さんも俺たちを待っていたって。あえてあそこを出ずに。まあな。千の命かってあれはかっけえだろ、ああいうの。なんだよ、とんだがっかりだぜ。なんだよあんないきなり襲ってきたくせに。出発しよう。メビウスはまだ存在している。ミオの命の心配がなくなったからといって悠長にはしてられないだろ。ええ、そうね。ねえみんな、うん、実は砦の他にどうしても行きたい場所があるの。どうしても？君がそこまで言うとは。そんなに重要な場所なのか。コロニーオメガ。オメガってまさかまだあるの？雅と過ごしたあのコロニー。あ、メビウスの Y が支配するコロニーをもう一人の私が教えてくれた。雅はそこにいる。あ、じゃあ生きてるんだ。みやびってミオと同じ送り人だった？選択はノアに任せるわ。砦を最優先にしてくれてもいい。これは私の問題だから。いや、これは行くでしょう。分かったよ、行こう。オメガへ。ミオがどうしてもって言うのならそれが今俺たちがすべきことだ。ですね。ありがとうノア。N こいつはあ、まあ逃げたのか。聞いてないよ、オリジンの件だなんて。おかげでいい恥かいたじゃないか。予想外のことは起こるもの。実に興味深い。どうすんのさ、このままにしとくとか言わないよね。受け入れることだ。外にあろうと内にあろうと流れのままにな。あんたいっつもそうだよね。これが我という存在だからな。なら好きにさせてもらうよ。ウロボロス、私たちが与えてやったってのに。あ、なんだよ、ワイ。与えてやった？まずはこの私に。メビウス Y。まあ、そいつが待ち受けてるってことですね。また、N？ 敵として現れんのかな？確か、コアが傷ついたから、なんちゃらかんちゃらって言ってたから、まあ、それが治ったらまた動けるんだろうしね。というかさ、ノアさんよ。音がしなかった？この髪型、これ見て何も言わないの？一言さ、ミオその髪型も似合ってるねとかさ、言ってあげろよ。こうしてと。こうしてとじゃねえ。そんなに気にするんだったら、お前の愛する人の髪型ぐらい気にしろ。もう。はい。まあ、ちょっと短いかもしれませんが、まあ、こっから、コロニーオメガに向かうことになるんで、長くなりそうなんで一旦区切っておきましょう。まあ、前回長くなっちゃったんでね、今回少し短めにということで終わっておきます。では次回もよかったら見に来てください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。